冠城。なんだよ。お前に聞きたいことがある。言うぞ。お前も好きなんだろうって。お前も。ただいま。お疲れ。今日午後どうする？俺の方は気になることが出てきたからそっちを追う。そっちは井波の予定把握してんのか？ああ、うん。今日は午後から成城のスタジオで撮影。その前は軽くニコタマの公園で運動するんじゃないかな。随分と井波に詳しくなったもんだな。撮影前のルーティーンなんだってさ、井波さんの。井波さんのな。こいつが俺の相棒、カメラマンの冠城元春。見つけたからやる。お前のリクエストだろうが。あ、実は昨日の夜こんなことがあった。言ってくれ本当のお前の気持ちよ。お前の好きは俺の好きと同じなんだろう。冠城。なんだよ。お前に聞きたいことがある。言うぞ。お前も好きなんだろうって。お前も。お前も。お前も好きなんだろ。噛んだ。桃？ああ、お前桃の方が好きだった。え？差し入れのヨーグルトの話じゃねえの？あ、そう、それだよ冠城くん。バニラヨーグルトはね、桃味がおすすめなんだ。わかった。桃だな。そう。これも美味しいんだよ。そんなにうまいのか。うまいよ。こんなとこつけて。ガキかよお前は。うまい。俺の感情メーター朝から振り切れそうです。